木造アパート友人 M が大学生だった頃のお話です名古屋の大学に合格した M は一人住まいをしようと市内で下宿を探していましたところが条件が良い物件はことごとく契約済みで大学よりかなり離れたところにようやく1軒見つけることができました とても古い木造アパートで台所やトイレなどすべて共同なのですが家賃がとても安いため M は二つ返事で契約を交わしました引っ越しを済ませ実際住み始めてみるととても静かでなかなか居心地の良い部屋での生活に M は次第に満足するようになったそうですそんなある晩のこと M の部屋に彼女が遊びに来ました 二人で楽しくお酒を飲んでいると急に彼女が帰ると言い出しました部屋を出ると彼女は気を悪くしないで聞いてほしいんだけどこの部屋何か気味が悪いわと M に告げました彼女によるとお酒を飲んでいる間部屋の中に嫌な気配が漂っているのをずっと感じていて一向に酔うことができなかったというのです 気をつけた方がいいよという心配そうな彼女の言葉を M は一生に伏しましたもともとその手の話を全く信用しない M はそっちこそ気をつけて帰れよと彼女を見送ってあげたそうですしかし結果的にこの時の彼女の言葉は取り越し苦労でも何でもなくその部屋はやはりおかしかったのです この頃から M は体にとてつもない疲れを覚えるようになりました。別段アルバイトがきついというわけでもないのに部屋に帰ると立ち上がれないぐらいに力が抜けてしまいます。また夜中寝ている間に誰かが首を絞めているような感覚に襲われ突然飛び起きたりしたこともありました。そのせいで M は食欲も落ちげっそりと痩せてしまいました。 きっと病気だろうと医者に診てもらいましたが、原因は分からずじまいでした。心配した彼女は、やはりあの部屋に原因がある、と M に引っ越しを勧めましたが、あいにくそのような費用もなく、M は取り合おうともしませんでした。そして、そのまま2週間ほど経ったある晩のことです。その日、M はバイトで大失敗をしてしまい、 いつにも増してぐったりとしながら夜遅く部屋に帰りそのまま眠ってしまいました真夜中ものすごい圧迫感を感じて急に目を覚ましたが体は金縛りのため身動き一つ取れませんふと頭上の押し入れの襖に目をやりましたすると閉まっている襖が一人でにスルスルと数センチほど開いたかと思うと次の瞬間 ぬーっと真っ白い手が M の方へ伸びてきたそうです M は心の中で「助けて」と叫ぶとその手はスルスルとまた隙間へと戻っていきましたしかしほっとしたのもつかの間今度は襖の隙間から真っ白い女の人の顔が M をじっと見つめているのを見てしまったそうです M は一睡もできないまま 朝を迎えましたやがて体が動くようになり M は部屋を飛び出しましたそして彼女をアパート近くのファミレスに呼び出し「どうしようか」と2人で途方に暮れていたそうですちょうどその時少し離れた席に一人のお坊さんが座っていましたそのお坊さんは先ほどより二人のことをじっと見ていたのですが いきなり近づいてきたかと思うと M に向かって「あんたそんなものどこで拾ってきた」と一喝したそうです M が驚きながらも尋ねると M の背中に強い念がついておりこのままでは大変なことになるというのです M は今までの出来事を全て話しましたするとお坊さんは「 自分をすぐにその部屋に連れて行くようにと言ったそうです部屋に入るとお坊さんはすぐに押し入れの前に立ち止まりしばらくの間その前から動こうとしませんそして突然院を切るといきなり襖を外し始めその一枚を裏返して2人の方へ向けましたその瞬間 M は腰を抜かしそうになったと言います そこには何とも色鮮やかな花魁の絵が描かれていました舞を舞っているその姿はまるで生きているようで心なしか M の方をじっと見つめているように感じたそうですお坊さんによればどんな戦いきさつがあったかは私にはわからないがこの絵にはとても強い怨念が込められていて君の世気を吸って次第に実体化しつつあり もう少しで本当に取り殺されるところだったと告げたそうですお坊さんは襖すまの花魁の絵の周りに結界を張るとすぐ家主に了解を得て明日自分の寺にこの襖すま絵を持ってきなさいと言い残し立ち去りました次の日彼女と共にお寺に赴きましたそしてその襖すま絵はごまと共に焼かれ 供養されたとということです呪いは実在する俺は今猛烈に後悔しているそれは3つあって1つは小学生の頃の事件俺のクラスにはエフコという女子がいた肩までかかるツヤのないボサボサの髪ニキビを潰して荒れている肌 入ののわりで鍵盤のような口な口んというか全部が生理的に受け付けない不衛生な見た目と肉厚のまぶたから覗かせる視線が不気味で俺も F 子からは一線を引いていたある日黒板に F 子と俺の名前を入れた II ガサがチョークで書かれているのを友達の A から聞いてゾワッとした A が投稿した時にはすでに II ガサは書かれていたらしく それを見て教室の後ろでこそこそ話していた女子グループに話を聞いたらしい何でも朝早く登校した女子グループの一人が教室に誰かいる気配がしたので隠れてドア越しに教室を覗いてみるとにやけた表情で F 子が相合い,い傘を書いていたらしいそして片方には F 子の名前をもう片方に俺の名前を書いたところで 歯をむき出しにした状態で低く笑いながら肩を揺らしていたそうだ A が何で消さずにそのままにしているのか聞いてみればその女子はなんか F 子に恨まれそうで怖いと話したので A がその場で相あ合い,あい傘を消したらしい俺は俺の知らないところで F 子に狙われていたことに驚きもあったが正直それ以上に気持ち悪さが上回って鳥肌が立ったそれから 女子グループを発信源に暮らす1に相合い傘事件の噂はあっという間に広まったそのせいで俺の存在も有名になり居心地の悪さから俺は休み時間に「F 子お前人の名前勝手に書くなよ気持ち悪いんだよ」と怒鳴りつけてしまった F 子は席に着いたままうつむいて微動だにしなかったが周囲の男子が悪乗りして 君クレーンだよストーカーかよとか好き勝手ヤジを飛ばしてあざけっていたその日からエフコに対するクラスメートの当たりが変化した無視や陰口で終わっていたこれまでと違い堂々と罵倒したりボールを当てられたり所持品に落書きされたりと本格的にいじめが始まった俺はというと事の発端がエフコの行動にあるのは確かだけれど 俺が皆の前でエフコに詰め寄った手前罰が悪く見て見ぬふりをして横を通り過ぎるだけだったそしてエフコは自殺したいじめがエスカレートして半年ほど経過した冬休み直前のことだった3階の教室から飛び降りて花壇を囲うブロック塀に頭を打ちつけて亡くなったこの時も野じ馬の後頭部越しから俺はただただ眺めているだけだった ここまでが小学生の時の時事件だ2つ目の事件は高校2年の秋頃に起きた高校生になった俺は F 子の自殺のことなんてほとんど記憶の片隅に消えかけていて毎日のほほんと青春を謳歌させているだけの自堕落な生活を送っていた同じメンバーとカラオケに行ったりアミューズメント店で適度に運動したり勉強だけは苦手で人並み程度の成績を行ったり来たりと 本当に平凡な存在だったそんな日常の中で俺は初めての彼女ができた M 子は長い前髪を片側に分けた清楚系の美人で初対面の時から不思議と俺に好意を寄せていたようで俺はかなりアプローチを受けていたそれでダメ元で告白してみたらあっさり承諾されて晴れてカップルとなる M はいつも昼食に手作り弁当を持参していたので。 料理好きな割と得意だよよかったら明日から作ってこようかえっマジ確かこんな話の流れで今では毎日エム子の手料理をご馳走になっていて小学生来の付き合いの A にはバカップルなんて言われおちょくられていたねえ俺くんは嫌な思い出とかある不意にエム子にそんなことを言われた一瞬 エムの瞳に負の感情を固めた沈殿物のような陰りが覗いた気がして俺は肩をすくめるごめん何でもない忘れておお何か悩み事でもあるのかななんて俺はのんきにエムの整った横顔を見つめていたエムと付き合って1ヶ月経過した頃合いから俺は体調を崩すことが多くなったヘンズ2から始まり 極度の冷え症から夜はなかなか寝つけず不眠状態極めつけには変な夢を見た俺が佇たずんでいるだけの空間を俯瞰で眺めている「俺くん俺くん」と壊れたテープのようにリピートされる声足元にうごめく人影が腕を伸ばして俺の足にしがみつこうとしているところで毎度目が覚める寝汗でほてった体びっしょりと湿ったシーツ 金を鳴らしたような頭痛、どれも最悪な寝覚めだった。それから俺は毎日のルーティンのように、悪夢から始まりエムコの手料理を食べるといった生活を続けていた。エムコと過ごす日々は俺の安らぎになっていた。だが、俺の安らぎはすぐに壊されることになる。お前、エフコって覚えてっかエフコ、ある日、 A が突然話題にエフコの名前を挙げたので、思わず、間抜けずらで大おむがえししてしまったが、瞬時にかつての小学生時代の記憶が呼び起こされた。脳内で、当時の容姿でエフコが連想される。エフコが何いや、何か最近夢に出てくるんだよ。小学生時の教室でさ、ほら、あのあやいがさの件あったろ。あ、ああ、おう。 俺は曖昧な返事をした多分俺が黒板消したからかな夢の中でずっと消すな消すな消すなって訴えかけてくるんだよなんだそれマジ怖えじゃんそういった A は本当に参ったように頭を垂れて苦笑していた放課後俺は M 子と2人並んで下校していた時のこと普段口数の多い M 子が極端に無口で どこか上の空だったのを見て、俺は思い切って尋ねてみた。何かあった。すると、鳩が豆鉄砲をくらったように、え、みたいな目を丸くしたエム子と向き合う。いや、なんか元気なさそうだったから。私は平気なんだけど、私は、という部分に引っかかりつつも、俺は続ける。何かあったら言ってよ。 俺君は最近変わったことない M 子の言葉に俺は歩調を緩め気厳な面持ちになる俺が悪夢にうなされていること A が F 子の夢にうなされていること M 子が元気ないことなんだか俺の周りで一度に変なことが起きているようで君が悪い M 子の言う最近変わったことというのが夢のことなら M 子も夢にうなされているのだろうかと俺は考えた なんか変な夢は見るかもエムコもそうなんだ夢見るんだへええ私は大丈夫だよ俺がそう言うと途端にエムコは正気を戻したように顔を上げてニコリと笑ったこの時俺はエムコのその笑顔でエフコを想起していたあ俺くんこれクッキー作りすぎたから食べてねありがとう分かれ道に差し掛かると M 子がカバンからきれいにラッピングされた貸し入れを取り出して渡された「じゃあね頑張ってね」<ん>「おおありがとう」「手を振ってきびすを返した M 子の流れるような挑発を見届けて俺は受け取ったお菓子を見つめる」なんとなく包みを開けるとノートの切れ端が入っていて小さな可愛らしい文字で「この中に当たりが入っているよ」と書かれていた。 こういう小さないたずら心がエムコの魅力だと改めて思う夕飯後自室で宿題を終わらせて食うたらしていた時のこと俺はエムコのクッキーを思い出し小腹が空いたので早速いただくことにして包みを広げた甘い香りが鼻孔をくすぐり食欲が湧いてくるハートやらダイヤやら様々な形のクッキー俺は中でもアンブレラのクッキーに目を奪われて つまみ上げていた最近まで忘れていた忌まわしき傘しかし今の俺にとってはエムコとの思い出の傘だ俺の口より小さなクッキーを一度に頬張り咀嚼していく程よい甘さとサクサクの食感がちょうどよく何よりうまかったさすがエムコだと思った矢先ガリうん、卵の殻か M 子にしてはボンミスだな可愛らしい失敗もするんだ程度に思いながら音の正体を校内から取り出したえ爪のかけらだった一瞬思考が停止したクッキーに爪が入ってる意味がわからないしエム子がそんなことをする理由も思いつかないかろうじて調理中に怪我でもしたのかと思ったが特に絆創膏をしたりといった外傷はないように見えた 俺は他のクッキーも割って確かめてみたが、どうやらアンブレラ型以外に異物混入の様子はない。俺は、おっちょこちょいなエム子の一面が見れただけという楽観的な結論を出した。だが、その日以降俺の日常は崩れる。夢にエフコが現れるようになった。俺が佇んでいるだけの空間から始まり、俺は普段通り学校生活を送っている。ただ、 黒いぼやけた人影が常に俺の隣を陣取っているかのようにぴったりとくっついて行動している最初はエムコかなと思ったのだが目を凝らして見てみるとそれはいびつな表情を浮かべたエフコだったエフコはやっと一緒と鍵盤のような歯を見せて笑う悪夢から目を覚ました後も俺はエフコの声が聞こえているようで時折周囲を確認する癖がついた 誰もいないことに安堵するがやはり脳内でエフの笑い声が鳴っている気がしてめまいがするそしてこの時からエムが欠席し始めていたエムと親しい女子グループに聞いてもわからないとかなんか体調悪いみたいとか曖昧な返答のみメールしても電話してもエムからの返事はなかったこうして俺は悪夢に苦しめられるようになって頻繁に欠席するようになった そして3つ目は高3の冬休み直前の出来事この時には連日蓮やフ子の夢を見ていてひどく憔悴しきってた俺は受験も手につかず本来は選択肢になかった県内の底辺校を一本に絞り勉強もせずに引きこもっていたただ夢の延長上なのか隣にはフ子がちょこんと座り込んでいる俺は熊のできた座った目でフ子を睨むと F 子は肉厚のまぶたの向こうから柔和な視線を返してくるそんな日々の中突然電話が鳴る画面を見ると A からだはいおお体調どうだ A は今でも俺のことを心配してくれている高校では最低出席日数が決まっているので俺はもうギリギリまで使い果たしている状態 A は 小テストや試験に重要な時だけ来いといつも情報を教えてくれるエムコちゃん学校やめたぞはっ俺はベッドから起き上がったエムコは俺が頻繁に休み始めてから行き違いのように学校へ来るようになったと聞くただエムコも体調が優れないようで早退やらが続いていたそして出席日数が超過したため 受験資格も怪しくなりついには退学届を出したらしい一応伝えとこうと思ってお前も休みすぎに気をつけろよ M 子のことを話し終わると A との通話は切れた俺はしばらく放心していたがすぐさま M 子に電話したすると何ヶ月ぶりかもしかしたら一年ぶりか M 子につながる M 子俺くん。 俺は何を話していいか分からず、とりあえず退学したこと、俺も出席日数が危ないことを話した。M 子は、うんと合図地ばかりで一方的に俺が話すだけだったが、やっぱ何かあった。俺は意を決して M 子に向き合った。一年前のクッキーのことも話すと、M 子は電話越しに泣き始める。ごめんね、ごめんね、俺くん。 しばらくするとエム子は重たい口を開く本当はエフちゃんの復讐だったはあ俺は呆然とした面持ちで携帯を握る私エフちゃんとは親戚で昔から仲良かったのただエフちゃん学校でいじめにあってるみたいでその時のエフちゃんから色々聞いてた俺は忘れていた小学生時代を思い出した いいじめは辛っって言って言たでもそれ以上に好きな人に無視されるのはもっと辛いってでも辛い以上に好きが強いって何を言ってるんだエフコが俺のことを好きあの黒板の相合い傘を思い出した俺はパッと近くにいるエフコの幻影に振り返るにやりと口角を上げるエフコでねエフコちゃん 呪いにに詳ししかかったたら私も手を貸すことにしたのそしたらすぐにエフコちゃんが自殺して「呪い」「呪い」って何好きな人とずっと一緒にいられる呪いエフコちゃんから聞いたのは半年間自分の一部を異中の相手に食べさせる方法俺は嫌な予感がしたその食べさせるってまさか嫌ってごめん 私エフコちゃんの代わりに俺くんに食べさせてたそれからエムコはいつもの調子で饒舌になり真相を話してくれたエフコの話す呪いとは自分の体の一部を半年間に分けて相手に食べさせること死んでこの世に未練を残すこと最後に相手に爪を食べると呪いは完成するとのことエフコが自殺した後、エムコは手に小包みが残されており 中にはエフコの髪の毛や皮膚の皮やらよくわからないものが入っていて呪いの一連の手順が記載された髪切れが入っていたというエムコ自身エフコを追い詰めた俺が許せないという正義感からエフコの呪いを実行に移すために同じ高校に通ったことを白状した当時は次第に体調を崩す俺を見てざまあ見ろと思っていたらしいが反面交際期間が長かった分好意が湧いてきたらしく 徐々に罪悪感が増してきたそうだそれで仕上げの爪を渡そうか悩んでいた時夢にエフコが出てくるようになり延々と恨み事をささやくようになるそういえばちょうどその辺りでエもエフコの夢を見るって多分俺くんに思い出してもらうためにエーくんのとこにも出たんだと思うほら相合いがさしたのエーくんなんでしょ恋仲を裂かれたってエフコちゃんが怒ってたし どうやら A も直接的ではないが相当恨まれていたようだそれで M 子は覚悟を決めて呪いの完成をさせ俺は晴れて F 子の亡霊と過ごすことになったということらしい母 M 子ってオカルト好きなんだ知らんかったから元気を装う俺の言葉に M 子は黙り込む俺はオカルトの類いは信じていないだが 現にこうして俺の隣にはエフコの亡霊と思わしき幻影が見えているごめんね俺くん俺くんのこと好きになったから私もエムコに嫌われたみたい毎晩夢の中で消えろって言われるようになったからちょっと怖くなって正直エフコに従って呪いを実行したエムコに苛立つ部分はあったでもことの発端は俺にある 俺があの時 F 子を皆の前で拒絶したからいじめられているのを無視していたから復讐されて当然のクズ人間だ学校を辞めてどうすんの大丈夫うんお父さん自営業だからお手伝いしつつ高卒認定取ろうと思ってる M 子の成績なら取得に問題はないだろう本当にごめんねいや 俺の方こそ、本当に。ててけせ。不意に不気味な笑い声が聞こえて俺は振り返る。ててけせ。河津のような喉が潰れた笑い声。エフが足元に座って俺を見上げて喜んでいるように見えた。もしかして、いや、ごめん。それじゃあ、俺くん。う、うん。今までありがとう、元気で。 少しの間を置いて。ありがとう。バイバイ。とエムコとの通話は終わった。俺は無気力にうなだれてベッドに座る。エムコとの出会いを思い出しては、あの時の心情は俺を恨んでの芝居だったのかと打ちのめされた気分だ。ただ、最後の最後で本当に好きになってもらえたのは不覚にも救われた気持ちになる。俺は目の前にいるエフコに目を向けて不敵に笑うしかなかった。 幽霊や呪いが実在するのかわからない。今でも俺はその類いを信用してないし、エフコ以外に見たことがない。ただ、幽霊や呪いといった不確かな影響が精神を害して幻覚を見せているのだと思う。罪悪感で俺がおかしくなったんだ。間接的にエフコを殺した罪悪感。A は相合い傘を消した罪悪感。 エムコは俺に呪いをかけようとした罪悪感。罪の意識がエフコの幻覚を見せているのだろう。そう思うとエフコの呪いは実在すると言っても正解だろう。なあ、エフコ。俺はこれからお前にどう償えばいい。俺は徐々に近づいてくるエフコのむくんだ顔を見つめながら、ただ動けずにいた。 奇妙ななビデオテープ長文になることをあらかじめご容赦ください私は映像や音楽を制作する小さなスタジオを細々と経営しているのですが最近はさまざまなクリエイターが自らコンテンツを制作して動画配信サイトなどで公開するようになってきたこともありスタジオにこもって音源を制作するなんていう需要は目に見えて減っています。 経営難を乗り切るために磁気テープに保存された昔の映像や音声データをデジタル化する仕事も始めたのですが最近ではこちらの方がスタジオを使用する主な業務になっています。ストリーミング配信が主流となった現代では音楽や映像コンテンツを個別に楽しむために CD や DVD ブルーレイといった物理メディアを購入するという経験すらしたことがない若者も少なくないので。 私のようなおじさんは時代に取り残されていく焦りや悲哀すら感じてしまいますがそんな DVD や CD が生まれる前には磁気カセットテープに映像や音楽を記録したものでコンテンツを楽しむのが当たり前でした。もしかすると皆さんの実家やおじいちゃんおばあちゃんの家には昔の VHS やさらに古い8ミリフィルムなんかが残っているのではないでしょうか。 そういった磁気テープはデジタル化されたデータと違い保存されていた環境の影響を強く受けるのでカビてしまったりヘッドと物理的に接触するためテープが切れてしまったりと経年劣化は避けられない大きな問題です昭和初期の家族の団らんや町の雑踏を移した歴史資料としても貴重な8ミリフィルムをはじめ家庭用ビデオカメラが普及し始めた頃には 各家庭のお父さんがこぞって我が子の運動会を撮影した VHS といったメディアは人知れず日本中にたくさん残っていると思われます懐かしい映像を見てみたいのだがテープが擦り切れていたり再生するビデオデッキ自体がないというご家庭も少なくないので依頼があればそんなテープをお借りして映像の乱れや音声の劣化を調整してデジタル化し いつでも気軽に昔を忍んでいただけるようにしているのですが亡くなったご家族の思い出がよみがえってうれしそうにされている依頼主の姿を見ているとこちらも本当にほっこりします。さてすっかり前置きが長くなってしまいましたがそんな業務を毎日やっていると何ともおかしな映像に出会うことがあります。 依頼主の若かりし頃と思われる夫婦喧嘩をふすまの隙間から子供が撮影しているようなものや、衝述するのははばかられますが、いわゆる個人撮影のポルノ映像のようなものまで、そのうちの一本が私の人生で最も戦立した内容だったので、映像に映った人物や依頼主の尊厳にできるだけ配慮しつつ、簡単にご説明したいと思います。事の始まりは 弱い70代ほどのの男性が持ってきた一本 VHS でしたその男性はガジェット好きの第一世代とでも言いましょうかパソコンが家庭に普及する1970年代の黎明期には給料の大半を注ぎ込んで機器を揃えプログラミングに没頭していたような経験の持ち主で映像や音楽の記録媒体や再生機器についての知識も 一応プロとして仕事にしている私でも恐れいるつわものでした「そんな男性ですらどうにもならない」と根を上げて持ってきたのがその VHS だったわけですがテープの冒頭数十秒だけかろうじて再生できるのだがひどく乱れた映像にはどうやら長年連れ添ってきた奥様に出会う前に交際していた女性いわゆる元カノが映っているようだ。 さすがに数十年越しで妻にこんな映像を見せるわけにもいかないけどかといって捨てるのも忍びないしそもそもこんな映像を撮影した記憶が全くないので何とか復元して一度だけでも見てみたいのだと果たしてそれほどのスキルを持った男性がどうにもできなかった映像の復元が可能なのか不安もありましたが男性が気恥ずかしそうにしている姿を見て個人的な興味にも駆られたので あくまで復元が成功した場合のみ報酬を受け取るという形にして仕事を引き受けました早速その日の夜にビデオテープを専用の端末にセットし再生を始めたのですが映っていたのは20代くらいのデニムパンツに花柄のシャツを着た綺麗な女性がビジネスホテルの部屋らしき殺風景な空間に置かれたベッドの縁に腰掛けている姿でした女性は両手を膝の上に乗せ 背筋を伸ばしてしばらくカメラを見据えていましたそしてその口が少し開きかけたところで映像がコマ送りのように乱れ始めブーというノイズとともに映像の下半分がぐちゃぐちゃになったり今度は上半分が乱れたりという状態になってしまいます VHS は磁気テープに信号が記録されるのですが記録された状態をトラック 道路や線路のようにお考えください、と言います。今日のデジタルデータと違い、再生するビデオデッキという機器のヘッドと言われる部分とテープのトラックがぴったりと合わないと、コマ送りの映像がずれてしまい、上へ下へと画像が流れたり崩壊した像を結んでしまいます。各ビデオデッキメーカーはユーザーが自分でトラックを調整できるよう、トラッキングというつまみやスイッチを取り付けて、 映像がきれいに再生できるように工夫しましたが時代が進んでビデオデッキが市場から姿を消すとともに家庭に残された古いカセットテープは劣化し時期を帯びてしまいなんとかビデオデッキを手に入れていくらトラッキング調整をしても再生がうまくいかないというパターンが増えてきましたプロとして映像復元を生りわいにしているのでトラッキングにまつわる異常に関しては 業務用の専用機器による工学的アプローチまたソフトウェアを使ったデジタルでのアプローチでほぼ完全に修復できるのが売りなので早速取り組んでみました女性が映った映像は徐々に乱れが収まりそれとともに音声が聞こえるようになりました上述したように女性はカメラを見据えたまましばらく押し黙っていたのですがやがて口を開き 自分ののの名前とその日の天気当時流行っていたであろうバンドのコンサートについてよどみなく話し始めましたこれだけなら特におかしな映像ではないのですが不気味に思ったのは映像が始まって3分程度経過した頃からでした女性は突如足をベッドの下に下ろしたまま両手を万歳のポーズで掲げ 上半身だけで腹筋をするように何度もベッドに背中をつけては起き上がるという奇妙な動きをするようになったのですこの動きを実際にされるとお分かりいただけると思いますが足を何かで固定しておかないと起き上がるときにどうしても両足が浮いてしまい反動をつけて腹筋するような形になってしまいますしかし映像の女性は床にぴたりと足をつけたまま 上半身だけが跳ねるようにに強烈に動いていてます。しかもその間も女性は何気ない言葉を発し続けておりその声色は体の動きと相反して静かで淡々としており息が上がった様子もなくまるで映像とは別にアフレコでもされているようでしたここで私は編集ソフトの音声波形データに見落としがあることに気づきました それまでステレオで録音されていると思い込んでいた音声が実は L チャンネルと R チャンネル左音声と右音声で別な波形を示していることに気づいたんです映像の乱れが回復するとともに聞こえるようになったのは L チャンネルのみで R チャンネルはミュートされている状態でしたそこで信号出力を R チャンネルに切り替えた瞬間モニタースピーカーから耳をつんざくような音が鳴り 心臓が止ままるかと思いましたその声とも音とも形容しがたい音は人が「ああああ」と叫ぶ声を幾重にも多重録音し強く歪ませたようなものでしたボーカルが見事なデスボイスを聞かせてくれるバンドの録音にも携わり爆音には慣れている私でも吐き気を催すような不快な音がスタジオを満たし めまいを覚えながらモニタースピーカーへの信号出力を切ったのですが音は鳴りやみません凄まじい悪感を感じながらスピーカーのケーブルを引きちぎるように抜いたのですがその音は消えませんでしたおそらくその直後に失神したのだと思いますが意識を失う直前に私が見た映像は両手を上に掲げた女性が髪を逆立て 目を向いてこちらに向かって叫んでいる姿でした再び乱れたトラッキングのせいか女性の姿はカクカクといびつになり2枚程度で作られた荒い自負画像のように起き上がっている姿と倒れ込む姿を高速で繰り返していましたしかしその恐ろしい顔だけは実にはっきりとこちらを見ているのです 恥ずかしながら年甲斐もなく気絶していたのが数分なのか数時間なのか覚えていないのですがスタジオで一緒に働く同僚に肩を叩かれて目を覚ました時の同僚の決まり悪そうな表情が忘れられません何を見てるの彼は気厳な顔でモニターを見つめていましたそこに映っていたのはさっきまで編集していたホテルの一室らしき空間とベッドなのですが 若い女性が座っていたはずの白いシーツには万歳の形で手を伸ばした人型に見える赤黒いシミのようなものが写されているだけでしたそのシミはベッドの縁を伝って女性が足を置いていたカーペットの上までべっとりと伸びてはっきりとわかる足形を残していましたはて彼女は裸足だっただろうか私がその奇妙な映像を見てぼんやり考えたのはそれだけでした ことの経緯を同僚に説明し、映像を巻き戻してみてももはや VHS には気味の悪いシミのついたベッドが延々と映し出されているだけで録画は途中でプツンと切れていましたそういうこともある比較的達観した同僚の声もあり私はそれ以上その VHS について考えるのをやめました依頼主には映像が修復できなかったと伝え テープをお返ししましまた「男性は非常に残念そうにされていましたが私としては何かとんでもない過去を掘り起こしてしまう気がしてならなかったので処分することをやんわり勧めておきました」「取り留めのない文章になってしまいましたが最後まで読んでくださりありがとうございました」「皆さんももし実家などに眠っているホームビデオがあれば」 取り返しがつかないほど劣化する前にデジタル化するのをお勧めしますとあるホテルの13号棟これは僕がまだ学生だった頃ウイスキー好きの友達 S と本場のスコッチを飲みにスコットランドに行った話ある日 S と酒飲んでると S が急にスコットランド行かない 本場のスコッチ飲もうよって僕に言ってきた S は昔から突拍子もないことをいきなり言い出すのでもう慣れててまた始まったよと思いながら金貯まったらなって少し呆れたような声のトーンで返したすると S は今日からバイトして来年以降って言ったのでそれから二人で学校をサボったりしてバイトしまくって一年後には何とか行くことができた ちょっと贅沢に3泊4日だ飛行機に乗ってる間も S はすごくうれしそうに旅行の雑誌などを広げてて僕もテンションが上がってたスコットランドに着いてまずホテルに行ったホテルはコテージのような場所で僕は11号コテージ S は13号コテージになったそれから夕食まで4時間ぐらいあるので S と散歩した 川沿いを歩いてると一軒の古民家にパブの看板が出ててそこで飲んでからホテルに戻ることにしたそのパブは雰囲気が良くて中に入ると五人ぐらいのお年寄りの方が飲んでいた僕らも席に着いて燻製を口に入れてウイスキーで流し込んでいたそして時間になったので二人でホテルに戻って夕食をとった 夕食はススコッチグロスだった。僕と S はそれを食ってウイスキーをたらふく飲んで各コテージに戻った S は恐ろしく寝つきがよくていっぱい飯を食って酒を飲んでとっとと寝るやつだった僕はその時不眠症だったのでそんな S がうらやましいなと思っていたしかし次の日食堂で見た S は 目の下に大きなクマを作っていて明らかに寝不足だったしかもいつもはいっぱい食べるのに全然食べなかったさすがにおかしいと思ってエスに何かあったって聞いたいや実は昨夜べ妙なことがあってエスはいささか控えめに語り始めた妙なことうん昨日の夜 いつものようにベッドに潜って簡単に寝入ったんだけど夜中なんとなく胸が苦しくなって目が覚めたんだよ「ふーん」で長い付き合いだが彼からそんな話を聞くのは初めてだここ10年ぐらい夜中に起きたことなんてまずなかったんだよねそりゃそうだろうお前に限ってそんなことはありえんよくわかる 僕は少し茶化しながら大きくうなずいた。部屋の入り口の電気がついたままだったから、まだ夜中ってことは分かったんだ。それでまあ珍しく夜中に目が覚めたし、水でも飲みに行こうと思って水飲みに行ったんさ。それで立ち上がろうとしたら、なんと立ち上がれないんだよ。どういうこと俺が聞きたいよ。多分。金縛り。 ってやつなのかとそん時考えてたんさ。そしたら布団のない隣のベッドのマットレスがへこんでったわけへこんでいくって言葉の通りよそっからへこみが大きくなって人型になっていったんさ僕は S の話に聞き入っていた S は続けてその人型が俺の方に近づいてくるんだよ そしてマットレスの端に来てだんだんへこみがなくなっていて、全部なくなった瞬間、僕の胸の上あたりが急に重くなったんだよ。すごく嫌な息苦しさだったよ。すると透明人間みたいなのが S の上に乗っかってきたってこと。そういうことなんだろうね。俺もようわからんからな。僕は怖い話だなとは思ったけど、 たぶん旅の疲れと昨晩の酒の飲みすぎによるものなんだろうなと思って S の話を聞き終えその話は終了した朝食を食べた後どこかに出かけようと思ったけど S が眠そうなのでこの日は一日寝て明日に備えることにした夕食の時はもうすっかり元気を取り戻し元気な S がいて僕は安心した次の日 朝からコテージの呼び鈴が鳴ったと思ったら興奮した S がいた何事かと思って扉を開けたら S が「キノコのミステリーサークルが窓の下に」と寝ぼけている僕の手を引いて13号コテージまで連れていきそのミステリーサークルを見せたそこには傘の大きさが5センチぐらいのキノコが1メートルぐらいの円を作っていた僕は 偶然だろと S に言ったが内心は昨日の件と言いヤバいんじゃないのかと思っていたそしてその日もスコッチを飲み倒し迎えた最終日まだ帰りの飛行機まで時間が結構あったので S が僕にまた散歩に行こうと話した今回は森の方に行ってみることにした S は初めての場所であるのにまるで何かに引き寄せられるように森を進んでいった 僕は S に引き返そうと言いたかったけど S の雰囲気が少しおかしい感じがして話しかけられなかったそのまま黙って森を進み続けると古い城の残骸のようなものを見つけて S はそこで静止した残骸といっても4階建ての城の建物そのものはまだきっちり残っていて窓や入り口の扉や窓がドクロのように っかり虚ろな感じで目や口を開けてるような状態だった僕は突然背中の辺りがぞくりとした全体のたたずまいが視覚的な情報じゃないところからやばいと直感させられたからだ僕は S に引き返そうと話したしかし S は黙って中に入って行ってしまった置いて帰ろうと思ったけど S が心配だったから 僕は中に入らないで外で待っていることにした待ってる間城の写真を撮ろうとデジカメを取り出し写真を撮ったしかしなぜかシャッターが下りないのであるまだ買ったばっかりなのに壊れたかなとか思って諦めたそれから1時間ほど経ったが S が一向に帰ってくる気配がなかったそろそろ飛行機の時間になってしまうので 意を消して中に,入ることにした中に入ると洞窟の中のようなひんやりとした感覚がした少し進むと笑い声がして多分 S の声だと僕は思ってその声の方に行った奥の方に行くと S が鏡の前で一人で笑っていた僕は少し不気味に思ったが S が脅かそうとしてるのだと思い帰るぞと言った そしたら S はピタリと笑うのをやめ、僕の名前を呼びすぐ出るよと言った。僕は少し違和感を覚えた。具体的に言うと、それは見た目や声は完全に S なんだけど、別人のような感じがするというものだった。そしてそれは帰りの飛行機で確信に変わった。旅の思い出話を僕からすると相づちを打つんだけど、自分からは絶対に話さない。 さらに質問風に聞くと明らかに機嫌が悪くなり僕をにらみつけ寝てしまった僕はそれで S は別人になったんだと確信したそれで帰国してから S は今まで通り生活をしていた S の親も友達も S に違和感を感じてないようだったでも僕は確実に S が別人になったと気づいている それからはエストは疎遠になっている。そして時はだいぶ進んで、僕ももう就職した後の話なんだが、この話をオカルト好きの同僚にしたら大層興味を持って、ホテルの13号コテージに間もなく行ったんだが、帰国して僕に。13号コテージなんてなかった。もう取り壊したのかと思ってホテルの人に聞いたけど、 そもそもそんなもの存在していたことすらないって言われたぞお前らどこに泊まってたんだと聞かれた僕はおかしいと思った僕と S の撮ってきた写真にはちゃんと13号コテージは写っているのだが <noise> 付きまとう女俺の友達の T の話 T は中学の頃の友達で上京してから偶然会ってまた親しく付き合うようになったその T から彼女ができたと聞いた彼女が ATM にバッグを置き忘れたのを T が追いかけて渡したのがきっかけだという一回だけ会ったことがあるがあからさまな整形女だったマネキンのような顔でモデルのように細い体に不釣り合いなほど大きい胸 T の好みと全く違う女だった1ヶ月ほど経って T が彼女と別れたいと言ってきた近くで見ると目とかめちゃくちゃ怖いし胸も超不自然で触るのも怖いんだよそんなこと初めから分かってたことなのになまあ一見すると長女玉だからちょっと盲目になってたんだと思う結局1ヶ月後ぐらいに別れたんだけど 彼女の方が T にぞっこんでかなりつきまとわれたらしいそれから半年後 T が突然俺のアパートに押しかけてきたしばらく俺のアパートに泊めてほしいというとりあえず事情を聞くとあの彼女が T のマンションの屋上から飛び降りたのだという自殺だが元交際相手でそのマンションに住んでいる T は警察から事情を聞かれることになった その警察から聞かされて知ったことだが実は彼女は偽名を使っていた本名は M ・レスミ俺はすぐにピンと来た T もすぐに誰か分かったというエスミは中学の同級生で T に至っては小学校も同じだった地味で太っていてニキビ面当時の面影が全くない何もかもが違う 当時からは T のことが好きだった。T、も何回告白されたか覚えていないぐらい告白されたと思うあのミが全身を整形して偽名を使い T の前に現れたバッグを置き忘れたのも計算してのことだろうすさまじい執念だな「あいつ絶対出てくるよ絶対出てくる頼むからしばらく止めてくれ」 t はかなり怯えていたので一週間だけ止めてやったその後 t はどこかに引っ越してしまい携帯も解約され連絡が取れなくなった t がいなくなって一年ほど経ってからある人にばったり会ったあの彼女 t のマンションの屋上から飛び降りて死んだはずの彼女彼女は死んでなかった彼女から話を聞くと 確かに T に振られたがそれからは何の連絡も取っていないというさすがに整形について聞いてはいないがまず間違いなく彼女はエスミではないではどういうことだろうあいつは誰につきまとわれていたんだ誰があいつのマンションから飛び降りたんだ全部あいつの妄想だったのかな結局何もわからないし未だに T と連絡は取れない